脈も、まあ、呼吸脈は今取れてないんで、普通の一般の方はとりあえず人が倒れていたら意識があるかどうか、あと呼吸をしているかどうか、それを見ていただいてます。周囲の状況よし、安全がないか確認してもらって、で反応、もしもし、わかりますか、わかりますか、わかりますか、反応なし、すいません、人が倒れてます、誰か来てください。はい、あなた119番通報お願いします。隣のあなたは AED を持ってきてください。はい、でこういうふうにまず最初の呼びかけの段階なんですけども、最初はまあ優しく、どうしました、どうしました、で徐々に大きな声で、わかりますか、わかりますか、まあ、最初いきなりおいって、いきなりこう揺さぶったりしちゃうと、まあびっくりするっちゃ変ですけど、まあそこもあれので、最初はちょっと優しく、で徐々に刺激を強くしていってあげてください。でそれでも何の反応もなかった、反応がない、こんだけこう揺さぶって声をかけても反応がないってことは、もう救急車呼んでください。それが例えば、まあ、大したことがないっていうのは変ですけども、ちゃんと呼吸があったとしても、ちょっと具合が悪かっただけだとしても、まあそんだけ呼びかけて意識が戻らないってことは、何かやっぱり具合が悪いってことですので、もう人を呼んで、助けを呼んでもらって、誰か来てください、大きな声で周りの人を呼んでもらって、やっぱり一人で全部しようと思うとどうしても限られていくので、どんどん周りの人に来てもらって、で人が来てくれたら、あなた119番お願いします、あなた AD お願いします、こういうふうに、よくこういう講習で言うんですけども、人を指定してもらって、その目でアイコンタクト、手でこうお願いして、で、まあ、誰かお願いしますだと、誰かいるだろうやっぱりなっちゃうんで、人が集まって、まあ、しかも見ず知らずの人が集まってくる中では、なんであなたお願いします、あなたお願いしますというふうに、その人のちゃんとアイコンタクト取って、人を指定して119番と AD の方をお願いします。呼吸の確認、見て聞いて感じて、4567891010、普段通りの呼吸なし。呼吸の確認の仕方なんですけども、今見て聞いて感じて4567891010、こういうふうにしてもらってます。これまあ基本的には約10秒ぐらい、こう口と鼻に自分のほっぺたを近づけてもらって、見て、目は相手の胸ですね、呼吸をしてれば胸が上下します。で聞いて、耳で相手の口と鼻、呼吸をしてるかどうか聞きます。感じて、ほっぺたで呼吸、吐息とかですね、そういうのを呼吸があるかどうか感じて、で4567891010、なのでまあ10秒約10秒っていうのが、大体10秒もあれば1回ぐらいは人間呼吸しますんで、そういう意味で約10秒ちゃんと顔を近づけて、それで確認してください。でこの時にですね、意識が、その前に意識確認しますよね、意識の確認して、意識が、まあ、反応がなかった、そういうことでやってます。意識がない場合は気道確保といって、呼吸がしやすいように、この気道というのがですね、空気の通り道です。私たち何気にこう口と鼻で息してますけども喉にはご飯食べる胃につながる道と、空気が肺に通る道が2つありまして、で意識がないとですね、下の筋肉が緩んでしまって、下の根元ですね、まあ下の根元、舌根というんですけど、それが沈下して空気の通り道を塞いでしまうんですね、意識がないと。なのでこれを気道確保といいまして、頭をぐーっと後ろに反らす、そして顎を上げることによって、空気の通り道を作る、こういうふうに頭を後ろに反らして顎を
上げる。そうすることによってこういうふうに空気の通り道ができて呼吸がしやすくなります。119番通報と AED を依頼したら気道を確保して、それで呼吸の確認をしてください。普段通りの呼吸なしと言ったんですけども、普段通りの、こう10秒数えてもらって、で、胸が上下してない、息を呼吸が聞こえない、でほっぺたに感じない、でそうするともう普段通りの息なし、普段通りの、で普段通りじゃない息がどんなのかっていうんですね。これはなかなか難しいんですけども、人間その心臓が止まりそうになってくると、喘ぎ用呼吸って口がパクパクするような感じなんですね。実際換気取って空気が肺にまで行ってないんですけども、肺にまで行かずに口がパクパクこういうような、そういう息をするときが、息とは言わないんですけど、そういう口が開くときがあるんで、ちゃんと見て聞いて感じて、ちゃんと口が開くとかだけじゃなくて、ちゃんと呼吸がされてるかどうか、そういうところを確認してください。普段通りの息なし、人工呼吸。これは皆さんに加えてベサッとして、やっぱり家族とかならいいですけども、知らない人とか、会社の方でもちょっとマスクマスクは嫌ですよね。いろんな感染症とかの問題もありますので、このレサポを使えば、空気はこっち、自分の口から相手の口に行くんですけども、相手の方からこっちには唾液とか空気も来ないように一方面になってますので、それで安心して使っていただけます。
戻してください。で、まあ、そこでまた気をつけないといけないのが、話しすぎない。手が、そう、この離れると、またこれもこれでまずいんで、手のひらは接したまま、ちゃんと5センチぐらい沈まして、元の位置に戻す。こうすることによって、この胸郭、胸のこのスペースですね、これがちゃんと正しく圧迫されて、毛細されて、ここで心臓のこのポンプ機能が保たれますんで、ここは気をつけてください。あと真上から下に、それもちゃんと真上から下に押さえて戻そうしないと、まあ、ちゃんとした、まあ、心臓、その胸骨圧迫ではないので、そこだけ気をつけてください。ただ1分間に100回とか 4,5 センチって言っても、まあ、ピンとこないと思うんで、それでも強く速く押して、あとはちゃんと戻して浮かないように、そこだけ気をつけてもらえれば、そんなに難しく考えていただかなくても結構です。まで一旦ここで、一区切りつけまして、休憩を挟んで皆さんにここまでやっていただきます。でその後にまた AED の説明とその続きをやりますので、無理しなくていいですよね、これやる時間。はい、まず呼びかけから入ります。倒れてる人に呼びかけて、もしもし、大丈夫ですか。そうですね、手をこう当ててあげるように、普通の中の体温を感じることができます。当てながら呼びかけたり、もしもし、大丈夫ですか。大丈夫ですか、もしもし。はい、反応がないので助けを呼びましょう。あなた、はい、あなた、救急車を呼んでください。救急車呼んでください。あなた、AEDAED を持ってきてください。持ってきてください。AED を持ってきてください。で、その持ってきていただいている間に自分は応急救護を入るので、まず気道確保です。見て、顎を上げて、鼻の穴が天井に向くくらいまで反らしちゃう。はい、それで空気の通り道を作ったので、空気の呼吸の音を聞く。見て、聞いて、感じて。見て、聞いて、感じて。4、5、6、7、8、9、10、ね、はい、で段通りの息を上げて、で人工呼吸します。人工呼吸するときは先ほど配ったマウスピースですね。普段通りの呼吸がありません。普段通りの息なし。普段通りの息なし。マウスピースがなければ、マウスピースが、はい、これでマウスピース、マウスピース、はい、はい、はい、それでマウスピースの短い方を吹くので、長い方を口の中に。長い、はい、そう、短い方と長い方があるので、長い方を口の中に入れます。そうです。それでまた気道確保をして、鼻をしっかりとつまんで2回吹き込みます。口を大きく開けます。そうです、口を大きく、このプラスチックを吹くんじゃなくて、相手の口を大きく覆いくんですよ。ちょっと漏れちゃってますね。あ、漏れてます、はい。5サイクル、今入ってます。まだちょっと漏れていく。どっちのままじゃ躊躇せず、止まらず、胸骨圧迫入ります。そうです、乳と乳首と乳首を結んだ線のど真ん中。胸骨入ってまっすぐの線が。そうです。真上から30回。そうですね、速度それぐらいです。ちょっと足を開き気味にすると力入りますからね。肩幅ぐらいまで。3、4、5回、30回、2回、30回っていうのは1サイクルなんで、それを5回やります。入れすぎじゃないの？大丈夫なの？だいたい1秒でいいんですね。ふっと入ればいいです。風船膨らますようには入れなくていいです。真上から押せてるんで、速度もそれぐらい。大月さん全然入ってない。本当ですか？胸上がってない。あ、いいですね。